ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。相性抜群のマイルで素晴らしい走りを期待したいですね。この一戦で頂点が決まるジェミニ杯決勝。さあ、一番人気の紹介です。ここまで無敗、秋の三冠馬娘、1番成田大心。続く2番人気はトリプルティアラナ馬娘、アグネスデジタル。注目のここまで無敗、秋の三冠馬娘、3番ミホノブルボン。3枠3番での出走。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。1番成田大心、現在最高峰、失策、はたまた狙い通りか。直線勝負にかけているんでしょう。終盤に期待です。3番ミホノブルボン、快調に飛ばして行きます。3番ミホノブルボン、ペースが速い、冷静さを取り戻せるといいのですが。先頭は3番ミホノブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番ミホノブルボン。その後3、4馬身開いて待機シャトル、4番手にテイエムオペラオ、さらにアグネスデジタル、その後ろからキングヘイロー、その後ろに5番成田大心。大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち込まれた。3番ミホノブルボン、花を進む。さあ、そこから先頭を伺うのは8番ミホノブルボン。1番成田大心、まだ抑えたままだ。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは3番ミホノブルボン。4着を切りました。3番ミホノブルボン、早い早い、もはや独走状態。3番ミホノブルボン、先頭は3番ミホノブルボン、これは強い。2着を通過。3番ミホノブルボン、足を衰えない。3番ミホノブルボン、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。やりました。3番ミホノブルボン、見事先頭でゴールを駆け抜け、ジェミニ杯を制しました。2着にはキングヘイロー、3着は4番成田大心。速度の最適化に成功、完璧な勝利完了です。中心に立て
刻まれたんだマイヒストリー。